世界卓球団体戦、テレビ東京系 &BS テレ東で連日放送。が30日に中国、成都で開幕する。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、4年ぶりの開催となる世界最強国決定戦。男女別に行われ、日本は男子4人、女子5人が代表に名を連ねた、The Answer では開幕4日前から当日まで連載を実施。日本代表全選手の思いを伝え、大会を盛り上げる。動画、通行人も驚き、伊藤美誠&早田ひながラリー、新宿の大型ビジョンに登場した世界卓球を告知する動画。30日の第8回は早田ひな、日本生命が登場。東京五輪は代表落選したが、知力をつけて日本のエース格に成長した。世界ランクでは、6位の伊藤美誠、スターツを上回る日本勢トップの5位に浮上。22歳が急成長を遂げた裏には、卓球を探求し続ける姿があった。文イコールザ・アンサー編集部、浜田洋平、協力イコールテレビ東京。成長が止まらない、4歳から始めた卓球。早田の探求の道は、18年が経ってもなお続いている。自分の卓球って終わりがなさそうだなと思います。今は22歳なりの目標があって、30歳になっても30歳なりの目標、やらなきゃいけないことが多そうだなって。引退するまで終わりがない気がします。2020年全日本選手権では伊藤、石川佳純を破ってシングルス初優勝。東京五輪はリザーブにとどまったが、国際大会でも優勝を重ね、22年全日本選手権はダブルス4連覇、ミックスダブルス初優勝など存在感を増している。3月の代表選考会も堂々の優勝。世界ランクは同い年の伊藤を上回る5位に浮上し、日本代表で双璧をなすまでに成長した。166センチの長身サウスポー、フォアドライブは世界最速と称されるが、今でも卓球以外は右利きだ。幼い頃にペアを組んだ相手が右利きだった影響で卓球だけ左に矯正。手足が長く、扱いづらい体だけに苦労している。一度ラケットを右に持ち替え、動きのイメージを作ってから左で実践することも。でも、難しいからこそ、突き詰めていきたい、という意欲をかきたてられた。専属の石田大輔コーチに中学2年から本格的に指導を受けている。体のどこに力を入れて飛ばすのか、体のどこでボールを打つのか。男子選手の感覚を習い、パワーヒッターとしてレベルアップしてきた。中国人選手のボールの扱い方、感覚的な部分、それぞれが得意な部分を教えてもらって、自分の中で吸収していく、これは自分にはできないな、というのをなくしていくことが大事。この人は自分と違うじゃなくて、その人が上手いなら、その打ち方に自分を変えていくという考え方。そうすることで卓球も進化していく。練習中は岡祐介トレーナーと会話を繰り返す。この人の体の使い方ってどうなん?と、他の選手について逐一質問。練習で良い動きができれば、なぜできたのか論理的に確認する。今のはどうだった?一本打っては、また質問。練習の一瞬を無駄にしない。卓球をしているだけじゃわからない。体の使い方に苦労しているからこそ、そこへの目標が高いし、自分の知識を上げたい気持ちが強い。質問は、中国人選手のことが多いですが、一から説明してくれる。なぜそうなるのか理解しながら練習に取り組めるから、無駄な時間が少ないと思います。体が良くなると、技術が一気に良くなるのが自分の中で分かってきているからこそ、そこに費やす時間が多い。食事の取り方、ウォーミングアップの時間、今仮眠を取るべきか否か。細かいことを徹底した、体への負担が減りました。常に 80% くらいのコンディションで試合ができるようになってきている。
波がなくなってきた。毎試合、体調面でも課題を振り返ることで、調子が悪い時も最終調整で仕上げる感覚を養えた。